お、次のカードめっちゃ面白そうっす。読み込みたいと思います。出てくるのはこいつだ。2つの名を持ち活動する覚悟、いろいろな荷を背負っているこの男は強い。異端児降臨、ヤタガラス。さあ、それに対し出てくるのはこいつだ。昨年一夜で名を上げた東北の戦士、放たれるハードライムが空間を支配する。8小節目のブザーピーター、アウソリティ。二人とも人気者っすね。ではバトルの方行きたいと思います。 DJ はユのビートをお願いします。ウェイヘイワワワ。さあ面白いビートですね。 ではこれを踏まえて先攻後攻のジャンケンお願いします。先攻で先攻ヤタガラス、ここはアブソリティですね。はいはい、準備はどうでしょうか。では行きます。先攻ヤタガラス、ここはアブソリティ、レディーファイト。凱旋の二の舞にならない、灰のモンスってまたフライ、飛び出したら俺止まらない、こいつに勝つとこ見たくない。もう俺はやめない、次のスピード次のスピード飛ばしていくだけだね、ライムスピードホッハ、これは止まらない、わ俺は次のステージまでいっちゃフライハイ。いやオナニーラップだぜ、マジで威嚇したい、あ俺に勝つとこ見たくないって俺のスキル規格外、わかるかよこの場所に落とし込まれた起爆剤、もうダッサいラップはやりたくない、タッチザスカイ言ってたあの時と同じけど、俺は過去の話それは引きずらない、 B ボーイはジーンズは下げても目線は下げない、そして過去は引きずらない、ジーンズを引きずんだよ。Yeah? 俺は引きずるものなし、お長いものに巻かれない、お、わざわざ自分隠さず心から本音をぶっ飛ばし出す、このバース、yeah? お前の首を飛ばす、俺の出番だぜパワーフラスだって、また頭がグワグワに揺れるまでエバース驚かす、yeah?いや俺もさらけ出せ腹の中、目の前にいるのはパパのラッパ、うん、俺は男のスターが気持ち子供のまま引くに引けねえぜ男のサガ、お前はパパになってちゃんと家事とかやってる、家で地震火事雷親父とかくだらねえダジャレとかはなし、いやお前が家でちゃんとそういうのしてるか聞かせてくれよ。いや地震雷火事親父、ちゃんと育児はしているし、ママの乳首を吸い込み、はエネルギーを注入、ブーン、あはあはちゃんとやってるから心配なんでもない、次のバースでイン踏んでるだけなら即終わりしゃでん。確かにただインフン出るだけって言われたけど、もうそれに対してのアンサーは聞き飽きたぜ、トラップ乗りでダカダカって無駄口を置くね、何言われたって俺は俺を貫き通すぜ。分かってんかその辺、よう家事やってんのかよ洗濯掃除、俺にはなかった洗濯のうち、計画通りに契約更新、神の助言すら迷惑行為なんだよ。終了。それでは判定の方行きたいと思います。どちらかに手と声上げてください。では行きます。先攻ヤタガラス、高校アウソリティ、勝者アウソリティ。ヤタガラスにも大きな拍手をお願いします。ヤタガラス何か言い方ある？アウソリティ勝つの余裕と思ってたっすね。いや、今の T シャツ着てるんで再販してるらしいんで後で買ってあげてください。ありがとうございます。イエス、ありがとう。チェックインマン T シャツ、ヤタガラスまたありがとね。ビギニングの TV全国 MC バトル、今回コラボということで、はいはい、僕主導でいいですか？どうぞ。この動画は Under22MC バトル2019ベストバウトを8文字解説してしまおう動画でございます。はい、はい、バトル見てそのまま止めずに、はい、なるほど、ここはこういうことなのかっていうのを皆さん、もし分かんないところあったら解説で全て網羅してますので、そこをチェックして2倍楽しいところで楽しんでください。言うのがやっぱり今回ビートかなりいいです。言うのすごいね。言うのいいよ。どっから連れてきたんですか？言うのは一応
バック DJ のナスティ。ではこれを踏まえて先攻後攻のジャンケンお願いします。ユノはどんなんか本当にすごい努力家でどんどん。あ、そうなんだ。最初からとかそういうんじゃないんだ。ビートも全部今自分で作ってる。ああ、マジで威嚇さえ、あ、俺に勝つとこ見たくないって俺のスキル企画外。わかるかよ、この場所に落とし込まれた起爆剤。もうダッサイラップはやりたくない。立ち続く言ってた、あの時と同じ。そうだね、それは引きずらない。 B ボーイはジーンズは下げても目線は下げない。そして過去は引きずらない。ジーンズを引きずるんだよ。俺は引きずるものなし、あ、長いものに巻かれない、あ、わざわざ自分隠さず心から本音をぶっ飛ばし出す。このバース、yeah、 お前の首を飛ばす。俺の出番だぜパパフラスだってまた頭がグワグワに揺れるまでエバース驚かす、yeah。いや俺もさらけ出せ腹の中、目の前にいるのはパパのラッパー、うん、俺は男のスターが気持ち子供のまま引くに引けねえぜ男のスター。 お前はパパになってちゃんと歌詞とかやってる。家で地震歌詞雷親父とかくだらねえダジャレとかはなし。いやお前が家でちゃんとそういうのしてるか聞かせてくれよ。いや地震雷火事親父、ちゃんと育児はしているし、ママの乳首を吸い込み、エネルギーを注入。ちゃんとやってるから心配なんでもない。次のバースでイン踏んでるだけなら即終わりしちゃって。確かにただイン踏んでるだけって言われたけど、もうそれに対してのアンサーは聞き飽きたぜ。トラップノリでだからかって無駄口を置くね。何言われたって俺は俺を貫き通すぜ。分かってんかその辺、よ家事やってんのかよ洗濯掃除。俺にはなかった洗濯のうち、計画通りに契約更新、神の助言すら迷惑行為なんだよ。うわすごい。判定の声いきたいと思います。これすごい。まあそれぞれが完璧なんですよ。やらかしてるとこがない、全部アースですね、なんですけど、まあ、まず一個ずつ触れていいですか。お願いします、はい、ぜひこれ解説してほしい。はい、解説できないんですよ。あ、本当ですか。やっぱ完璧なんで。はいはい、はい、まあ、やたちゃんがね、はい、一発目の音抜きのところ、あれは、まあ、結構な尺で音抜きだったんですけど、だからそこに合わせてっていうのは難しいところを自分でためを作って一発でしかもね。そうっすね、一番最初の先行だもんね、うん、だからビートチェックの時も多分音抜きはしてないです。してないよね、うん、なんで偶然の産物だと思うんですけど。偶然なのかな、うん、だから天才だから分かんじゃない。もしくは未来が見えてる。俺ローアックスの時思ったんだよね、ローアックスさん MV とかもはい、あれもローアックスはあれなんかあるんかね、分かんない、その才能、その才能はねギフトがね。なるほどね、はい。でだからそのためを自分で作ったからもうよりよく聞こえた、完璧なワンバースですよ。であとなんかやっぱ乗せ方っていうかリズムもすごいリズム感いいのと、なんだろうね、口の感じ響きの感じで韻を踏んでいくタイプなんで、今見ててあ高瀬に近い、似てるとかっぽいとかじゃなくて、やってることは近いのかな。はい、一つ、はい、であとアウソは構成が綺麗、なんかこれに対してはこことこことともう一個ここで踏もうっていうのが、なんかなんだろうね、考えてなきゃできない完成度なのに、考えてたら出てこない内容なの。あー素晴らしいですね、その表現は、はい、なるほど。なんで、はい、神の助言すら迷惑行為なんです。やばいっすね。でもなんか曲で俺は神の生まれ変わりみたいな、転生した神みたいな言ってましたね。神ですか。二人とも俺はいいところが分断に出て、そうですね、二人のいいところで勝負してるんで、で、
意外に、まあ、湧きどころはありますよ、当然。やたちゃんがね、いい乗せ方をしたら、わーってなるし、アウソがいっぱい踏んで、わーってなるし、っていうのもあるけど、2バース目でさ、引くに引けねえのが男の差が、やったじゃないですか。もしも知らない人のために言っとくと、ジブさんのネバーイナフっていう曲のアクションさんのバースでございますからね。はい、あと、アウソって意外に、はい、なんだろう、バースの中で相手をディスるライムってない気がしてたんですけど、うん、今回ゴリゴリ言ってるっす、ね、ゴリゴリ言ってるね。うん、最初の、ね、こんなにラップみたいなことも言ってて、で、その後も、トラップだからって無駄口多くね、何言われたって俺は俺を貫き通すで、うん、言いたいことをまず言った上で、そこに韻を乗せる。ちょっと上級者ならやれることなんですけど、そこに内容もしっかりと通して、かつかっこよく聞こえる一番いい姿を選べるんですよ。こいつは。アウソリティは。神です。あと神ね。うん。で、あとそれも、聞いててやっぱ真面目でストイックな人物なんだろうなっていうのがわかるんですよ。そうね。結構カチッカチッと踏む人の人柄なんかわかんないじゃないですか。なんか、あ、一生懸命考えてるな、サイファー頑張ってるな、とか。そういうのが往々にしてあるのに、アウソはもう、わかる。何なんですかね。なんかでも、ちょっとその、シプルスト、ガドロ、はい、アウソリティ、はい、なんかその3人とも、なんかそれがあるかもしれない。あるかも。なんか、本当にその人柄も知りたくなるようなライン。うん、でも、天才的なライン。チプルソとガドロはモンスターイメージが、あ、ダンジョン関係ないよ。あ、普通のね、モンスターで、アウソは神です。ゴッド。どっちが上とかないです。はいはい、はい、そうですね。モンスターとゴッドはどっちが上ないと思いますけど、ガドロとチプルソって怖いじゃないですか。まあそれでもいいですよ、ね、違う違う、人からじゃない、まあ、いいライム、ラップスタイルというか、まあ、迫力がね、うん、すごい、なんか何が出てくるか分かんないところとかで、アウソはもうすでに本人の中で決められてる道を歩んでいるだけみたいなっていう、なんか違うんですよ。ただモンスターです。男女関係ないですよ。はい、あとね、アウソのバトルではそうやってストイックで真面目なっていうところが俺初めて感じたというか、それまでそんなの気にしてなかったんです。ああ、うまいなーっていうだけだったんですけど、仙台予選20勝のとかで、まあ、結構喋って、そこが初めてぐらいですよ。俺バトルタワーの時は挨拶とインタビューみたいな、あ、インタビューも俺してねえやぐらいだったんで全然わかんなかったんですけど、青森なまりが可愛い、あ、うん、し、すごい素直、真面目っていうのもわかる。あと不思議ちゃんだね。俺まだそこわかんない。アウソは真面目で素直な不思議ちゃんです。でもなんだっけな、のんきさんとバックステージインタビューこの日行って、アウソ楽屋にいて、なんか普段何食べてるのっていう話して、わかんないじゃないですか。アウソが普段何食べてるかも、青森の郷土料理もわかんないですよ。リンゴぐらいしかわかんないんで、で何食べてんのっつったら山菜とかって、あーいいなーって。であとはやっぱ海あるんで、自分のところは海に近くないから、その知り合いから魚、新鮮な魚をもらって、山菜と魚がアウソリティで作りました。あ、ぜひあのバックヤードもね、DVD には入ってます。あ、なるほど、ぜひ。なんでアウソリティの人柄もね含めて知ってもらえると、はい、より神様の人間らしさが見えますんで、はい、よろしくお願いします。その人柄も見えますから、はい、バックヤード、まあ、こんだけね、アウソリティばっか褒めてますけど、はい、ヤタちゃんもすごい、あのバケモンですよ。バケモン、ヤタ、うん、ちゃんバケモンだね、はい、ただなんだろうな、ちょっとやっぱヤタちゃん惜しいな。この試合で負けるんだって試合が多いよね。うん、まあ、相手が強い。あとこの凱旋でその前にやってるらしくて、うん、無理でアウソリティ勝てないよってすげえブーブー言ってたんで、あの試合前にねでもこれ試合後に言うじゃないですか、勝てると思ったんですけどねみたいな。あ、でもビートがかかった瞬間いけると思ったんですよ。あ、そうなんだ。 そこは聞いたんだ。俺ビートかかった瞬間俺いけた、勝ったと思ったんですからねって言ってた。なるほど。なんでまあヤタちゃんの言うことは信用できないというか、いやいやいや、気分屋ですから。気分屋、はい、ラップも気分屋ですから、うん、ただこれで負けちゃうんだっていうのはね、トーナメント作ったやつ出てこいよって話なんで。素晴らしい。素晴らしいです。はい、あとはね、今 T シャツ着てくれた、はい、俺のためじゃないんで。
インマンのためになんですけど、もういくら宣伝してくれてもないんで、はい、高田さんありがとう。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、最高いいね、アンダー22。